ヨミチン気をつけろ。どうもヨミチンです。今日は髪が随分伸びてきてしまって邪魔くさいなっていうのと、単純にすごく今の状態がこういうところがね嫌だ、髪型が気に食わないと思って、短編映画の撮影も終わったところですし髪を切りに行ってきたいと思います。私は楽しみに待っててください。それでは美容室行ってきます。でんでんでん、ということで髪を切ってきました。いかがでしょうか。切ってここにちょっとまあ YouTuberらしく美容室にカメラを持ってカラーやカットをしていただく、そんな YouTuber らしい撮影魂がありませんので、 YouTuber らしく赤の部分を増やしたいなと思ってここ金にしてきたんですけど、まあでもなんかこの金と赤のグラデーションがちょっとなんか皆様からご好評だったみたいなので、当分ここに赤を入れずに金の部分を残しておいて、ちょっとグラデーションっぽく残しておこうかなという感じです。ちょっと個人的には切りすぎちゃったかなって思うんですけど、どうでしょう。ちょっと男の子っぽくなりすぎたかな。ちょっと恥ずかしいです。美容室行って改めて思ったことが、なんでシャンプーし終わった後にタオルで耳の穴ほじくられて、そのタオルでまた髪の毛を拭くんだという話です。いかがでしょう。ちょっと皆様からこれどう思われるんだろうって心配だったんですけど、大丈夫かな。後ろはこんな感じです。もう私的にはバッサリちょっとイメチェンしたかったんでいいかなと思ってるんですけど、ちょっとあまりにもちょっと男の子っぽくなりすぎちゃってなんかこっぱずかしいです。それではちょっと照れながらでしたが、本日はここら辺にしたいと思います。皆様この髪型についてコメントで意見お願いします。それではヨミチユキでした。バイバイ。